たわ。はあ、いなり寿司かぶった陽一、いくわよ。今回私もコンセプトがちゃんとある。今日の場合、まあ今日はちゃんとある。しかも4つ全部のパークあるから、これ組み合わせ、やばいやばいやばい、それやばい。待って、はっ、あ、溜めてないの。ただの騒音おじさんになっちゃった。ビリビリ溜めてんのかと思った。あー、切られてる。ちょ、ただの騒音おじさんやってた。電気溜めてんのかと思った。やばい、今溜めてる。だー、結局買わせなかった。電気買わしたかった。もうな、なんだっけ、何の話してたっけ。私が、あ、4つのパーク使うってやつね。これもう救助全振りおじさんだから。もう今日もう通電後ゲート開いた時、あれ今の壊れたのはめてる。ゲートが開いた時救助が 221%、 もう 2.21 倍で服から引っこ抜いてやろうという、そういうおじさん今日。でこれ内訳いる。これ内訳いらないかもしれないけど、内訳、あの右の柔道してるみたいなパーク、あれが誰も見捨てはしない。これがゲートが開いた後 1.5 倍速で救助ができる。 150% で救助できると。で、猫ちゃん逆境で 6% と 9% 上がるでしょ。まあもう最後多分フェイスキャンプとかだったらニャンニャンもついてるだろうしね。で私が一発切られて救助したっていう場合はもうこれどっちも使えるから、まあ、その場合 15% アップよ。じゃ 165%。 あー、ちょっと溜める音聞いてなかった。溜める音全然聞いてなかった。ブーンってやつ全然聞こえなかった。自分の己の喋る声で全く音聞こえなかった。で 165% で、苦肉の策が1人 14% でしょ。あれ釣られてる子もカウントするらしいから、全員負傷1人釣られてたら 14×4 56%、 165+56% で200。あ、ちょっとなんか来たよ。今大事なとこだったけど、はい、まさかこれやばくない。やばいよね、危ねえ。いや、あ、こう開いてないのか。ちょ、やばい、お母さん、おっかさーん。あ、なんで大丈夫だったの、それなんで大丈夫だった。今どういう状況。ちょ、今なんで、ちょ、今なんで大丈夫だったの、それ。ちょっと今私最後に決めようと思ってたら、もうやばい、なんもない、ここやばい、なんもないわ、なんもないゾーン来た。やばい、私今日狙われちゃいけないんだけど、コンセプト的には私が狙われちゃいけないですよ。コンセプト的には私が狙われてはいけないという、そういう状況。あいまずいよこれ。デッドバーディングもないからね、これ今日。デッドニャンニャン逆境で飛び越えだけ早いから。二窓来たこの飛び越え。ふん、あれ、どこ、飛び越え見せたいがために謎ルートたどった。ああはっ、で、危ねえ、でい、あ、ちょっと、お客さん、飛び越え早いとはいえ無理。強っ、え、猫ちゃん逆境強すぎない、飛び越え早っ。これは強いわ、ちょっと。はい、これは強い。もうこっち行っちゃおう。やばい、ルート間違えた。あ、まぁ、ちょっと一回、一応、あ、ごめん。あ、もうそんなところにいたの、もうそんなって。でも、にゃんにゃん逆境早いね。15% 上がったらあんなに早くなんだ。窓越え。あれは強えわ。すごい、これニャンニャンと逆境魂、これなかなかハマる人いるの分かる。これはもう任天堂スイッチなのに、あの飛び越え間に合うのすごいわ。あれやばいよ、それみんな食らうよ。あ、やめた、控えた。あ、みんな食らうよ、みんな。あ、意外と届かないね。苦悶の根源はついていないわ多分。ちょっと私釣られんのまずい。あ、応援呼ぼ、これで応援呼びポーズ、私の応援呼びポーズ。ちょっと待って、これまさかこのまま落とされるのでは。あの子バレてない、逃走術の子バレてない、バレてない、来てくれてる。あー、やばい。でもそれ交換してくれる、助かる。あー、すげえいいパー、なにこれ。あ、ベビーシッター、これ。あ、ちゃんと向こうボロティー読み、ちゃんとクロッドモリのこと狙ってる、助かるわ。でもこっち来るかもしれないから、ちょっと離れるね。ここでなんかまんまと回復してるとこ意表をつかれる可能性あるから、ちょっと離れよう。これやべ、いる、バリバリ来る。いや、いるんだよな、もうやっぱちゃんと来てるわ普通に、こっち。やっぱりね、もう圧死よね、こりゃ圧死よね。
これはきつい。え、どっち？あ、こっち？え、え、え、あ、え、ダイヤ！ランク19の動き。これはまずい。ちょっとオトンネルされてる。ちょっとまずいわ。これはまずいわ。ちょっともうオトンネル対策パークとかもうゼロだから、もう私救助全振りなんで、もうこっちじゃないから、もう釣られる側じゃなくて救助する側なの。もう他の方が釣られる側なんで、ちょっとさすがにこれまずくない？これはい、マジマジま、マジでもこれ許されなくない？これ絶対私許されないと思います。これ絶対許されないわ。トンネルは良いにして、やばいやばいやばい、にゃんにゃん逆境早い。あ、やばいやばい、それやばい。またいでる？え、え、どこ行った？やばい、それ危ねえ。逆行ってたか。見えないんだよな、逆行かれても。やばいね、おじさん、これやばいね。絶対もう死ぬまで追ってくんじゃん、こんなん。絶対許されないもん、こんなん。全然もう絶対許されない。やばい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 。ナイスナイスナイス。あー、やべえ、それうわあうわあ、クローデット漏れる、クローデット漏れる。ノーワンダホーじゃねえか。ノー、やばい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 。これは私は、いや、どんだけ許されないの、これ。クローデット漏れ、立ち上がり早え。やべえ、マジで無理。これ救助する側だから。ああ死亡、陽一死亡。これちょっとやばいよ、行かせないよこれ。私ちょっと救助する側なんで、もう私救助する側、釣られる側じゃないんで、救助する側の所業だから今日。ま、まずくないこれ。死ぬかもしれない、私このパーク行かせないかもしれない。もうノーワンダホーあるしね、ま、問題はノーワンダホーを早々に見つけられるかどうか。これはまずい。ナイスナイスナイス。ただこれ私激闘されんじゃないかな、救助いただいたとか、いただけた場合でも私チャンスは巡ってこないんじゃないの。もうクローデットモレル釣らないもんね、多分。もし倒せたとしてもね。これどこにいんだ、逆にもうどこにいんの、めっちゃ怖いんだけど。なんでどこにいるか分かんないの、これ全然どこにいるか分かんない。え、いんのここに。あ、なんかニャンニャンついてる、ニャンニャンついてる。どうしよう、どこ、どっちどっちどっち、やべえ。あっ、足でしょこれ、絶対足に来るから、絶対わし、絶対わし、これ絶対わしです。いや、え、マジかマジか、これマジマジマジやばい、来てんな。でも自分で回復した方が早いけど、頼んじゃった。もうゴリゴリのチートアイテム持ってきてるから、これが私やり、やりたいこと、リーチかかってこれ。あ、こっちに来てもら、あー、これよこれ、ついに来た。ただみんな負傷してない、誰も負傷してない。ありがとう。そこ開けといてもらえる？私の鬼救助。ただゲート開けなきゃいけない。あれ？ゲート開けなきゃいけないんだよな、これ。私が 150% の力をまず発揮するためにはゲート、え、どこ行った？てか、ミカエルハンってどこで倒れてんの？あれ？あ、釣られてんのか？これ、開けんの早いよね。ちょっと、結構私以外釣り回数が余裕ある中で開けんの早いんだよな。ただ私、開けてる、でも。向こうか。あ、で、ここ開ける。ここ、あ、ここ開いてるじゃん。見せた、もう、もう、私が見せてやろう、これ。あの子が負傷してるから多分無理にはいけない。私が見せてやるわ。ただ、デイビハンが、デイビハンが負傷してないんで、211% 無理だけど、見てなさい、叩きつけるよな。はいよ、これ何パーセント、結局何パーセントかわかんない。クローデットモレルがやばい。クローデットモレル、こっちよ。あなた、こっちこっちこっち。こっち、私だけか、オーラ見えてんの。この柔道パークで。うまいよ、うまい。あ、そこで治療してると死ぬんじゃないの、それ。あ、どういう追い方、やばいそれ。いや、あー、クローデット、まだいけるまだいける、任せんしゃい、おじさんに任せんしゃい。人々さえあれば、あれ出ちゃうかな、これ。あ、で、出てるとちょっとなくなっちゃうから、私のボーナスが、現在が苦肉の策、1人 14%。 これやばくない？あ、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 まずい。苦肉の策 14%、 これ電撃で多分1バレさせてくると思うから、私ロッカーインが希望です。ロッカーイン希望。あとは信用範囲外にとりあえず出とこう。ちょっと信用範囲、あれ脱出した、ちょっと待って、違うんだけど、そういう話じゃないんだけど、脱出してる。ちょっと待って、そういう話じゃない、あれ、あ、あれ、あ、ちょっとあれ、あ、あれ、あ、違うけど、話が違うけど、あ、ちょっと待って、私が今やろうとしたのは、ちょっと待って、あー、陽一陸上選手の走り方